会場にお集まりの皆さん、こんにちは。キズヤキサイです。今からショードウェイという演舞を披露させていただきます。皆さん、国産牛と和牛の違いって皆さんご存知でしょうか？国産牛って実はというと名前がないですよね。逆に和牛というのはブランド名前がございまして、例えばそう、今日セーリング神戸の舞台である神戸牛でございます。そうなんです。要は何が言いたいかというと、今日ここにメリケンパークによさこいチーム踊り子たくさん集まってて、今のところここにいるお客さんたちは我々見ても踊り子という一括りにしかならないかもしれませんが、この演舞で絆100歳っていう名のよさこいチームすごいな、絆100歳っていうチームの踊り子めっちゃかっこいいな、絆100歳のブランドってすごいなと皆さんに思ってもらえるような、そんなサンファンに行ければ本望です。精一杯披露させていただきます。どうかご声援のほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは、溢れんばかりのその衝動、思うがままにさらけ出せ。Yeah!
まお手を拝借打ちましょう。もう一つでよっしゃ、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。水の八歳の皆さんでした。続いて踊っていただくのは明治大学ダンスチアリングチームアンカーズの皆さんです。明治大学ダンスチアパフォーマンス